岐阜県によりますと新たに濃厚接触者に確認されたのは県内在住の1人で国内4例目のオミクロン株感染者の男性と同じ飛行機に乗っていたということです今月4日に成田空港に帰国後翌日の5日に車で岐阜県内の自宅に戻っています入国時の検査では陰性が確認されていますが7日から少し体調が悪いと訴えていて 県内の医療機関に入院しているということです岐阜県内のオミクロン株の濃厚接触者の確認は今回で3人目です